はい。久しぶりの一粒万倍日です。5月15日の投げ銭。今日は一粒万倍日と大安が重なりましたので、ちょっとお賽銭の投げ銭の価格が上がってますけれども、末広がりということで、チャリーンいただきました。ありがとうございました。はい。統一郎くんが戻ってきてしまいましたが、一粒万倍日、実は、まあ、根拠のない一粒万倍日なんですが、5月は3日の後、結構空きましたね。2週間近く空きまして。で、ところがこの後が、なんと2日続きの日が続くんですね。5月の15、16、今日と明日。で、またちょっと間空いて、27、28。そして6月が、10日11日、そして22、23と、以上ですね。で、7月の4日、5日という、ここまで2日連続の日が続くという。まあ、これは理由があるんですけどね。理由はあるけど根拠はないという、そういうことなんですが、で、この一粒万倍日っていうのは、